チャオ平成じゃないわはい、チャオ令和最初のあっちゃんに質問コーナーお答え第7段目、7段目になります。答えしていきたいと思います。平成タイマー20分はい、ということで、美穂鈴木さんの質問からいきたいと思います。前にあっちゃんは人と同じことしてもつまらんって言ってたのに、最近動画の内容が気まぐれ、あれクックさんね、はい、のパクリみたいな、魚をさばくような動画だったり、飽和状態の、食べてみた動画ばっかりなの、何か新しいこと動画でやってみることはしないの、あと、あっちゃんが嫌いなアドバイス、魚をペタペタ触ったら鮮度が下がっちゃうよ、ささっと、やらないと、対面販売のお兄ちゃんたちの手つきを今度見てみたら、これからも動画を楽しみにしてるね、ありがとうございます。人と同じことしてはつまらないって、あっちゃんの人生そうやねん、人と同じことするのが嫌いな人生やねんけども、動画やっていく上で人と同じことをするっていうやり方もあんねんね。それをあっちゃんはここ最近学んだんね。人の真似をする、パクるってよく言うけど、パクるっていうのはね、やってもいいと思うね。ただやるんやったら誰々のパクります。だから例えば誰かがこれやりました、自分が見つけてきたかのようにやりました、これやりますってやるのはちょっと卑劣っていうか、なんか見て、あ、パクったなってバレバレ。それやったらオマージュって言って、オマージュとかね、人のものを見てそれを素晴らしいと称賛した上で、その人の同じようなことをする、ありやと思うね。だからあっちゃんはあえて気まぐれクックさんの真似をして、今からさばいていく言いながらやったりとか、じゃん金色のやつってやったりとかね、銀じゃなく金でやったりとかね、それをオマージュだから、全く気まぐれさんのように、本日の食材は、ね、キュッてエプロンして、はい、今日の食材はじゃん、今日はハマチさばいていくってやって、でパパパって、でんて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 んとか入れて、で、てて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 、違うだっけ、なんかそんな感じね、てて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 、あの BGM 全く持ってきてやってもいいと思うね。なんでかっていうと、素晴らしいコンテンツやから、それを真似させていただく、オマージュさせていただくっていうのはいいと思うね。なんでかって敬意を払う、その人のやってることは素晴らしいなっていうことで、ごめんね、ちょっと足が今つりそうになって、敬意を払ってやるってすごくいいことやのもうね。ただバカにして真似をする、モノマネってよく言うでしょ。例えばアントニオ猪木、ね、こうやってキュッキュッされて、元気ですか、本日は負けてしまいましたが、元気を出して1,2,3だとか言って、僕バカにしてるでしょ。でもそうやってバカにすることによって真似をするっていうビジネスもあるし、そういうショーもあんねんね。何を言いたいのかって、バカにしたふりをしても、なんでバカにできるかっていうと、その人にバカにしたら殴られるわけやん。でもそうじゃなく、バカにしながらも誇張して、その人の真似をする、オマージュする、その人を称賛するっていう意味でいいことやと思うんだよね。それをあっちゃんはここ数年学びました。でも生きていく上で人の真似をして生きていくのは面白くない、自分が一人者でありたい。だから、そういうのは変わってないね。でも人のやったことをこうオマージュさせてもらいながらやっていくって、すごいいいことやとあっちゃんは思った。だってそれだけじゃなくね、言ってみたら魚をさばくっていうことに関したら、気まぐれクックさんが開発したわけじゃなく、やっぱり昔からある知恵であったり、それを動画にしてるだけのことであったり、商品紹介にしてもただ人が作ったものを紹介するだけとか、結局何の真似やねんって言ったら、最初の人ってどこやねんって、どこにあるかわからない、みんなそうやねん。それでいいとあっちゃんは思った。だから去年のね末ぐらいにあっちゃん言った、これからは人のやったことをオマージュさせていただきますって言ったと思うねんけどもね、まあまあ伝わってないと思うね、みんなにはね。だからこれからはいろんな人の、いいなと思うものは取り入れさせてもらって、でいろんな A さん B さん C さんをミックスしたものを作るとか、そんなことしていくと思います。で飽和状態の食べてみた動画はね、食べてみた動画は何で出すかっていうと、朝ごはん昼ごはん晩ごはんの動画っていうのは、あっちゃんね、やっぱりね、もっともっとやっぱり YouTuber
収益も減って得て、でお仕事も忙しくなってくる。でなってきたら動画1日1本とかにしようと思ってね、実は。なんでかって言ったら車関係の仕事にも戻りたいし、で、他のこともしたい。でそれもやってももう現場では仕事ができへんから、どっちかって言ったらもうトップの方でやる経営側で入りたいねんね。だからそんなやってきたら1日何本も今までみたいに10本とか動画を作られへんと思うね。だから1日1本しか作られへんねんけども、やることって言ったら、毎日絶対やることはご飯食べること。朝ご飯絶対食べます、昼ご飯絶対食べます、夜ご飯抜くかも分かりません。でも食べる時っていうのはあるわけやん。だから食べる動画っていうのは、どう食べんねやった動画を撮る、そのまま編集ほぼせずに出す。これは、YouTube やる限り続けていく。これはあっちゃんのポリシーであって、朝昼晩ご飯、今日の朝昼晩ご飯を明日出すっていうのはあっちゃんのポリシーであって、これは初期からのね、変わらずやってきたことやから、これはやっていく。だからなんでかっていうと、あっちゃんの食べてるところを見て、ご飯を美味しく食べられるようになった。食べられへんな人が食べられるようになった。いや、もうこれ嫌いやってんけど、好き嫌いやって嫌いやってんけど、あっちゃんが食べとった、食べたくなって食べてみたら美味しかったって言ってくれる人がおるから、嬉しいの。だからそれは一番最初まだほんまに一桁二桁三桁の時にも、あっちゃんの食べ動画を見て摂食障害を治ったって言ってくれた人が何人も出てきたん。それがもう嬉しくって。だから摂食障害っていうのは医者も見放して治らへんってよく言われるって言われるけど、あっちゃんの動画見て治るんやったらそれでいいやん。だからあっちゃんはそれは出し続けたい。だから飽和状態とか言われようが食べ動画はやめへんのはそこなんね、うん、でそういうとこです。で、あとね、魚ベタベタ触ったせんの分かってます。あんなんね、はっきり言います。今度最速でさばきましょう。お店の人みたいにさばくんで簡単なん、喋らんだら喋らずに魚なんて食べたら簡単なんね。それをやっぱりこここうですよ、ああですよってゆっくり分かるようにやってるから、あえて時間をかけてやってるけど、もっと早よさばこうもたら簡単なんね、はっきり言わしてもって、うん、魚もう魚なんてって言ってもいい。もうはっきり言って、まだ3月からやか4、5、6、3ヶ月ほどしかさばいてないねんけども、お魚なんてはっきり目つぶってもさばけんのちゃうかっていうぐらい簡単。もうどのお魚も簡単で、はっきり言って鱗を落とします。で頭落とします、腹割ります、内臓抜きます、洗います、三枚にパンパン下ろして皮引いて終わりなん。それをあえて動画としてやってるから、あえて時間をかけてやってんねんね。もちろん鮮度落ちるの分かってる。だから見えてないところに時々ね、用音と耳を澄ましてもらったら砂利って言ってると思うんだけど、バケツの中にね氷を入れて、そこに魚突っ込んだんでね、で触らんとき、さばかんときそこを掘り込んだりしてたり、手をね時々氷水につけたり、氷のとこつけて手冷やしたりもしたりね、そういうこともこっそりやってんだけどもね、うん、まあそこまで映そうと思ったらカメラもうちょっと広角じゃないと映らへんね。だからさばくところのところだけカメラ、そういうの見せてへんところもあったりするんやけども、ちゃんとその辺は管理してます。でそれも今まで冬の間はねそんなのなかったけど、これからね夏にかけてどうしてもやっぱり痛みとかあるから、特にお刺身で食べる場合はそれは大事だと思います。うん、美穂さんの言う通りなんです、うん、だからお店の人みたいにさばこぶってほんま簡単な、飽きて、あっちゃんねもう自信ある。スーパー行って店頭でみんなさばいてるでしょ、あんなんじゃなく、あっちゃんもお客さんの目の前でさばくショーしてもええかなっていうぐらい手際よくさばくことはできる、喋らんだらっていうのも自信あるね、うん、今度それチャレンジしてみましょう。それとね、新しい企画やらないんですが、あっちゃんもねいろいろ考えてんだけどね、なかなか企画にすることがないねんね。よかったら、何か新しいこと動画でやってみることはしないんですかって思ってくれてる人、特に美穂さんね、そう思ってくれるんやったら、こんなアイデアあるよって教えてください。あっちゃんの中で、あ、それいいなと思ってやらせてもらいます。だって一生懸命考えてもね、アホな頭ではね新しいことなかなか思い浮かばへんねん。でその中でね、簡単なことで1000万円宝くじ買いましたって光くんがやったりやってるでしょ。1000万円あったらやりますよないねん。だから何を言いたいかって、お金かけてやるんやったら、お金があるんやったらお金かけてやる企画できる。でもお金がない、そんなにね。でも全くないわけじゃないから、ちょっとぐらいやったらかけられる。その中で動画1本ね、いくら儲かんねん、もう下水話やけど、動画1本いくら収益があんねんって、その中でいくらまでかけられんねんっていうのもあんねんね、うん、はっきり言って、今からお茶飲みます。ああ美味しいって、この若さただみたいなお茶やん。だからこんな動画でもし再生が100再生あって 0.1 円10円でもあったとしたらね、まあこれ例えばやけどね、 0.1 円の10円でもあったらもうこれで動画でええわけよ。でも今からコーヒー飲みます。缶コーヒー、これ缶コーヒーしちゃうけどね、缶コーヒー、ああ美味しかった言うたら、もうこれ缶コーヒー130円払ってるから、130円以上収益なかったらあかんのよ。だからそういうのでね、やっぱり
なんていうかな、採算も考えていかない。これが経営者なんね。ある意味 YouTuber っていうのは演者、バカなことで「はいチャワちゃんです」言うてるだけじゃなく、そこまで考えてやらないといけないから、どうしても新しい企画っていうのは二の足踏んでしまうところがあんねんね、うん、だからまたよかったら企画の、アイデアあったら教えてください。それが、採算取れるレベルでやれるんやったらやりたいと思います。はい、いうことです。1人目からいきなり長くなっちゃいましたね。はい、急いで10分ぐらい答えたな、1人で。行きましょう。ひろたんの妻さん、あと要望はモノマネハムちゃんとコンテ、あ、モノマネハムちゃんね、出してきます。またちょっと片付けたんでね、出してきてまたやりますね。ありがとう。はい。懐かしいな。あれ面白いよね、確かに。心さん、心圭さん、 YouTuber という不安定なお仕事をされているようですが、今後教育資金はどのようにやりくりしていく予定ですか。うちも来月に、2人目が生まれるので参考にしたいです。YouTuber っていうのは不安定ってよく言うけども、そうでもないねんね。ある意味ね、成果報酬であって、やったらやるだけ稼げる、やらんかったらやらんだけ稼げないっていうお仕事やねんね。だから、1日に例えば今10本の動画を出してます。10本の動画を出しててこんだけの収益あるんやったら、100本動画出したら単純計算 ×10 倍の収益を得られんねん。はっきり言ってね、とまでいかへん。でも ×10 倍とはいかんけども、 ×4 倍とか5倍はいくねん。ということは、出したら出すだけ、言ってみたらね、変な話、収益が得られるようになってきたらね、数を増やしていくことによって、小さい小さい金額やけども、ちょっとちょっと積み重ねられるから、そんなに不安定でもないねんね。逆にこんなもんね、今の時代ね、大会社に勤めようが、一流企業って言われようが、不安定は不安定、何が起こるかわからへんねんね。某証券会社であったり、某ね、大手さんでも倒産する。で、大型、ファミレスとかあんなんでも倒産するわけよ。そんな時代やからね、不安定じゃない仕事っていうのはないねんね。まあそれをちょっと頭の片隅に置いて聞いてほしいねんけども、子供に対する、近々子供が生まれ、2月に、いや、じゃあ来月2人目が生まれるので参考したいですっていうことでね、子供の資金っていうのはね、毎月ね、例えばお給料、あっちゃま、毎月変動がある。その中で子供に対して、こんだけは、何年後に何しゃなあかん、何年後に何しゃなあかん。例えば今やったら1年半後に2人が進学します。上は専門に行くのか大学に行くのか、そはたまた就職するのか、まだ分からへんけど、おそらく専門行くは濃いね今で。下は高校進学です。で、その中の資金、高校進学だけでもやっぱり制服やなんやかんやでいりますね。で、定期代とかいる。だからお金は必要になってくる。あっちゃんは、長い目の貯金はしません。なんでかって言ったら、貨幣変動があるからしません。で、その中で、子供に対するお金っていうのは、毎月、1万円積み立てします。1年間に12万円残ります。10歳になったら120万です。20歳になったら240万残ります。20歳まではいらんけどもね。ということで、10歳の時に120万、16歳の時に、なんぼって計算していったら、1ヶ月1万なのか、2万円なのか、3万円なのかを残していく。で、そのお金は手をつけない。っていうのを決めねえね。で、残したところでそのお金は子供産まへんでしょ。そのお金はね、投資に回す。うん、だから、まあ、それも投資先が怖いねん。はっきり言ってわからんねん。ってよく言うけども、お金がね、例えば、心さんが今何歳かわからへんねんけども、あっちゃんはね、昭和43年生まれです。で、昭和43年に生まれた年に、10円あったら、何ができたのか、100円で何ができたのかって考えると、コカ・コーラのね、缶コーラが80円、60円やったもん、昔。80円になったあっちゃんが、お金を持って自動販売機っていうのがね、この田舎にもいっぱいできるようになって、自分でお金を持って買いに行く時代で、だいたい80円やったね。今自動販売機で子供がジュース買うもん、130円やね。約2倍。っていうことは、その頃1万円貯めとったとかね、昭和40年に1ヶ月1万円貯めようと思ったら大変なぐらいの高額やったんよ。それが今1万円言うたら子供の小遣いレベルやん。ちょっと言い方悪いけど、プレステ4のゲーム買ったらもう今1万円すんのよ。1万なんぼすんのよ、ね、昔ファミコンのソフトって5、6000円やったんよね。まあゲームの質も変わっとるけども、何を言いたいのかって言ったら、物価変動すんねん。
だからお金を残しても仕方ないねん。だからお金を変わらないものに変えていくねん。例えば毎月1万円ずつ残せたら毎月1万円ずつ金を買うねん。で金を買うことによってその金が今毎月1万円ずつで買ったら金がどうなるのかっていうと、貨幣変動、価値変動していくんだけども、貨幣価格と一緒に上がっていくねんね、金の価値っていうのは。これ金でもいい、金が一番安定してるから、あちゃん今金って言ってんけども、もっと、チャレンジしたかったら株、外貨、仮想通貨、何でもいい。ただ外貨にしたら、今までは後進国日本が次に300円ぐらいしたんね。今1ドル100何円でしょ。安い時100円切るでしょ。ってなった時にね、どうすんのかって言ったら、買うねん、とりあえず。とりあえずね、ドル300円でも、今月は300円やったら1万円ずつ買うねん。来月また200円になっても1万円買うねん。で、来月、100円から切った。また1万円買うねん。それを切ったからで2万円3万買ってもいいけども、そうやってやると、だん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 人間エスカレートするけども、毎月毎月決まって、そういうことしていくねんね。そうやって、自分で決めるんじゃなく、毎月同じものを買っていくねん。で、それが、その何年後かに貯まった時に売ればいいねん。まあ、それは今の貨幣価値のものになる。例えばそれがでも、株がなんで怖いかっていうと、会社が飛んだらゼロになんねんね。もちろん、ね、外貨買ってもその国が崩壊したら、リラ買ってても、ポンド買ってても、ポンドはいいのか、フラン買ってても、マルク買ってても、全部今ゼロになったね。まあ、ユーロに変わったから、ユーロに変えときゃいいねんけど、そうやって、まあね、変わるもの変わるものに変えていけばいい、その時にね。それが仮想通貨であって、仮想通貨もいきなりゼロになること、よっぽど変なものを買わん。アルトコインって言ってね、いろんなの出てんだけど、その中の変なもの買わん限りゼロにはならんと思うね、あっちゃんは。もう思うだけで確実じゃないけどね。で、今なんかビットコインなんか確実やから、絶対ビットコイン買っといたら、毎月1万円ずつビットコイン買っといて、1万円なり2万円なり買っといてもいいと思う。で、あっちゃんは何をしてんのか、これ答えやねんけども、日経ノード225やったっけな。ちょっと待って、嘘言ったかな。日経ノード225っていうのがあって、これいろんなものに投資してんねんね。投資信託って言って、そこのところがいろんなものに投資してくれて、そこに毎月いくらかずつ入れていってんねん。ほんだら今日は日経ノードが100円やった、1万円やったら100枚買えんねんね。でその翌月、毎月の決まった日に引き落としてもらうねんね。それを銀行さんがやってんねん。それに今あっちゃんもやってんねん。日経ノードやってんねんけど、これ実際答え出すと。で、日経ノードにいくらか入れていくと、多い月なんかやったら1年で10何万儲かる年もある。で、損する年で1年で2万円ほど損する年もある。2万円ほど損した年には出さんかったらええねん。で、儲かったなと思う時に引き出してもええねん。でもそれは子供のためと思ったら子供のために置いといたらいいね。そういう投資に置いとくっていうのがすごい大事だけど、日経ノードはね、結構ローリスクハイリターンやね。意外とローリスク、まあミッドリターンっていうのかな。まあまあリターンいいねんけど、そんなにリスクがないねん。全くゼロになることまずないし、ほんでやってるのが日経ノードで、ほぼほぼね、国みたいな、国じゃないねんけども、大手さんがやってて、いろんな銀行さんが取り扱ってんねんね。一回ね、日経ノード225っていうのを調べてみて、あんまこれは自己責任やからね、一応ね、リスクがありますって歌ってる。でもあっちゃんはそれをやってんねんけど、これをね、高校入学の時に制服代が行ったとか、中学、ちょうど中学高校同時進学やったから、進学進級やったから、その時に制服代やなんやかんやで、まあまあな金額いってんね。その時にそれをなんぼか出して使った。そんな感じで子供用に日経ノードで貯金してんね。全くお金を貯金するより、そうやって投資する方に回すっていうのはかなりいいこと。で、これ一つアドバイスやねんけど、日経ノード一本じゃなく、何本もやんねん。投資先を3本5本に増やすね。どっかがもしダメになっても他のが残ってくるからリスクがない。逆にどっかがボンって跳ねる時もある。だからそうやってね、残すっていうのがすごい大事なんでね。これはあっちゃんの、貯蓄術です。はい。だから毎月決まった金額、そんな大きい金額じゃなくてもいいね。生活して苦しくない金額を毎月毎月、特に子供ちゃんが今月来月生まれるっていうのやったら今からやった方がいい。あっちゃんはもっと、ミキちゃん亡くなってから、ミキちゃん亡くなる前か、
これも何かって銀行の営業マンさんに頭下げられて、ノルマあるからやってください言われて、まあ、いやいややったんやけども、それが良かったんやけどね。で今はもうできへんねんけど、あっちゃんね、まだ20歳ぐらいの時かな、農協のおばちゃんに騙されたと思って、生命保険かけてくれ言って、で生命保険かけたら今生命保険リターンいいから言ってやったね。あれはね、みきちゃん亡くなる前かな後かなぐらいにも解約したんやけど、あの時にね、掛け金が200万ぐらいかけて600万ぐらい返ってきた。死んだらね1000万とか返ってくるけど、でだー積み立たって降りてくんね。これ一番積み上がったとこ、一番得したとこでやめたらいいね。そういう生命保険のかけ方もね、死んだらもらうんじゃなく、生きてる間にもらうために生命保険をかけるっていうのはあんねんね。いろんなそういう、なんていうのかな、マネー錬金術っていうのもあんねんけどね、そういうのを勉強するとまた面白いんでね。あっちゃんもなかなかこういう話せえへんねんけどね、あんまりねこういう話すると真面目な人かな思われたら嫌なんで、あんまりせえへんねんけども、また聞かれたら教える人が言えるんで、またよかったら気になる人は聞いてください。はい、ということで、今日はね3人しか答えられへんだけどね、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。